ブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク・ブラウン・シュバイク・ラーナバーク、ブラウン・シュバイク・リュー・ネブルクは、新生ローマ帝国の北西部に中世後期から近世にかけて存在した歴史上の広告。ベルフ家が長期間にわたって治めていた。広告の主要都市は、中世後期の長い間リュー・ネブルクと、ブラウン・シュバイクであり、これらに都市の名称は支配者一族の加盟としても使われた。 その後この2都市にとって変わったのは現在のニーダーザクセン州の州都ハノーファーである。ハノーファーはブラウンシュバイクリューネブルク広告を経済的に支配するようになったため、公爵たちは古くからの居所からハノーファーに移った。同市の繁栄は公爵家がかなり後になって選定校の地位に昇格した要因の一つでもあった。ブラウンシュバイクリューネブルク広告は バイエルン公兼ザクセン公、ハインリヒシュ公が12世紀後半に築いた第一次、ザクセン公国から枝分かれした両方である。ハインリヒシュ公は1180年、新生ローマ皇帝フリードリヒ一世によって、バイエルン公とザクセン公の地位を追われたが、ニーダーザクセンに広大な領土を保持し、この領土は、ブラウンシュバイクリューネーブルクの諸公国として、彼の息子たちに受け継がれた。 最初のブラウンシュバイク・リューネブルク公となったのは、ハインリッシュ公の孫の一人で1235年に公爵位に就いた、夫を一世である。1267年、夫一世の二人の息子は広告を分割相続し、兄のアルブレヒと一世は、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテルを、弟のヨハンは、リューネブルクツェルをそれぞれ領した。この分割相続はその後この両方が小規模な。 広告群へと分裂してゆく端緒となった。ブラウンシュバイク・リューネーブルクの諸広国は全てベルフ家の人々によって統治されていた。一族は近しい親族関係を保つことに不信し、いとこ結婚もしばしばその方便として使われた。サリカ法典の存在もあって、一族の領土保持はしっかり守られていた。広告内の権力の中心は、リューネーブルクとブラウンシュバイクから、 徐々にツレとボルフェンビュッテルに移っていった。広告内は十数の地域に分裂していたが、そのうちの一部はあくまでベルフケ内部の分量であって、正式に帝国療法とは認められていないものもあった。しかしこれらの非公式な分量も1500年には一斉に帝国療法としての法的な承認を受けることができた。1792年の時点では、 ブラウンシュバイクリューネブルク系の両方として以下が帝国議会に議席を有していた。ブラウンシュバイクリューネブルク諸公のうち1705年まで存続していた系統はカレンベルクチェレなどを領主した家系とボルフェンビュッテルを領主した家系の2つだけだった。ブラウンシュバイクリューネブルク公国の6つの文国のうち4つがハノーファー選定公領を構成した。ハノーファー選定公領と イギリス王国の同訓連合は1714年に成立した。ブラウンシュバイク・リューネブルク選定公領を参照1634年、ボルフェンビュッテル公領とカレンベルク公領を統治していたフリードリヒュールリヒが、このないまま死去、ボルフェンビュッテル系が断絶すると、リューネブルク系統のゲオルクが1635年にこれを相続した。ゲオルクは、 公爵の居所をハノーファーに移している。ゲオルクの息子、クリスティアン・ルート・ビヒとその弟たちは1648年に、ツェレを相続し、それ以後は、ツェレとカレンベルクを、兄弟間で分割した。当時存続していた別系統のボルフェンビュッテル校家は、このカレンベルク校家とは、近しい親族関係にあった。1692年、クリスティアン・ルート・ビヒの末帝。 エルンスト・アウグストは神聖ローマ皇帝レオポルト一世から先帝校の称号を与えられ、ブラウンシュバイ・クリューネブルク先帝校を称したが、この称釈措置はプロテスタントの先帝校の数を増やすことにつながったため、帝国内で議論を巻き起こすことになり、結果としてこれ以後他に先帝校の数が増やされることはなかった。この紛争は当時のヨーロッパでは最大のイデオロギー対立と言えた。 プロテスタント宗教改革とカトリック対抗宗教改革との戦いの一部であった。ただし、この対立は貪欲な王公貴族たちの領土争奪争いの格好の口実でもあった。カレンベルクとリューネブルクは選定公領に昇格したものの、ツェレの相続をめぐる、いざこさのため、実際の選定公領の領域は、エルンスト・アウグスト一世の息子。 ゲオルクルートビヒの治世の1705年まで確定せず、選定綱領として認められるのは1708年の帝国議会においてであった。リューネブルク、カレンベルク、ツェレといった別々の両方を合法して成立した国家を統治するハノー・オファー選定校、ゲオルクルートビヒは1707年の合同法により、 イギリス王位の継承者となることが決まり、イギリスとハノーファーの人的同訓連合が1714年にゲオルクルートビヒがイギリス王に即位すると同時に成立した。1698年に父の後を継いだゲオルクルートビヒはしばらく選定校くらいをめぐる争いに巻き込まれたが、1708年にようやくブラウンシュバイクルーネブルク選定校の称号を公認された。 彼がイギリス王冠の相続人に選ばれたのは偶然ではなく、イギリスとハノーファーが同じプロテスタント国家であるためだった。1701年にイギリスで制定された王位継承法は、当時イギリスを含む北ヨーロッパ全域で高まっていた反カトリック感情を背景に、イングランドとスコットランドの王位継承権をプロテスタント信徒のみに限定するものだった。 この法令の制定によって、スチュアート家最後の君主であるアンはまたいとこにあたる、ゲオルクルートビヒを相続人に指名し、1714年に、イギリス王官僚とブラウン・シュバイクリュー・ネブルク公国の、同君連合が成立した。イギリスとハノーファーの同君連合は1837年まで一世紀以上続いた。ナポレオン戦争に伴う新生ローマ帝国の、解体後、 ハノーファー選定公領は他の両方を吸収して1814年のウィーン会議の決定により広大なハノーファー王国を創設した。1837年にイギリス王ウィリアム4世が死去すると同時にこの同君連合は消滅した。ハノーファー王国はサリカ法によりウィリアムの弟のエルンスト・アウグスト1世が相続した一方でイギリス王位は 名のビクトリアが相続したからである。1866年、エルンスト・アウグスト1世の息子ゲオルク5世の治世に、ハノーファー王国は消滅した。広島戦争でオーストリア側についたハノーファーは、戦争中に、プロイセン王国に征服されたからである。ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル皇領を、参照1634年のフリードリヒュールリヒの死後、ボルフェンビュッテル皇領は、 ゲオルクのいとこにあたるアウグスト2世が相続した。ボルフェンビュッテル公国は、ハノーファーと同様に1807年から1813年まで、ナポレオンの衛星国家ベスト・ファーレン王国に併合されていたが、その時期を除けば常に独立両方の地位を保っていた。ウィーン会議の決定により、1815年に公国はブラウン・シュバイク公国として完全に独立した。 ブラウン・シュバイク公国は1866年に北ドイツ連邦に加盟し、1871年にドイツ帝国の構成国になった。1884年にボルフェンビュッテル系最後の君主であるビルヘルムが死ぬと、ドイツ帝国は、その最近親の冒険団系親族である、ハノーファー王大使、エルンスト・アウグスト2世が行為を継ぐのを禁じ、代わりに殺政を置いて、 公国を統治させた。しかし、ハノーファー王大使の息子、エルンスト・アウグスト3世が、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の娘ビクトリアと結婚したことにより、ハノーファー家とホーエンツォレルン家の敵対関係は解消され、ビルヘルム2世は1913年に、向子がブラウンシュバイク公くらいに着くのを許した。ハノーファー王国とブラウンシュバイク公国が存在した地域は、 現在にイーダーザク選手の一部となっている。ありがとうございます。